おはようございます。今日は今シーズン初の雪道林道滑走です。犬3頭離して思いっきり犬たちは楽しんでる。3頭同時に離されて犬たちは楽しそうです。熊の足跡発見です。ちょっと前ですけど雪が降った後なので、昨日の朝以降、昨日の夜ですかね、追えば追える跡ですね。この斜面をこう降りてきましたね。この斜面を降りてきて向こう側に抜けていきました。はい。よしよし。
痛い。痛い。やめ。よし。よし。はい。はい。今箱見せろ。よしポンポコポンだな、お前な。なんか大きいな。なあ。はい。よし。よし。はい。よし。はい、よし。な。よし。はい。痛いよ。じゃあな。またな。また来るぞ。な。よし。また来るぞ。はい、また来るぞ、ニコも。な。また来るぞ。はい。じゃあね。はい。お元気でね。遠くから行くよ。行くよ。はい。はい、麦。はい。眠上手だよな。ほい。ああ、外した。はい、ハック。ほい。ほい。ああ、飛ばした。よし。僕あるよ。はい。お、うまい。はい。ああ、後ろ。後ろ。お前、めえ、眠うまいね。Wait.
眠い。はい、はい、上手、眠い上手。4つ目連続負けました。はい、5つ目。はい、あーごめん、お父さん悪かった。また1から、また1から。はい、あー、はい、ダメだな。はい、おい、1、はい、ネム一番上手だね。はい、はい、一、ああダメだ。はい、一、3回連続だけで北斗の2位だ。はい、2、あーごめん、熊の皮の塩漬けです。きれいに磨こうと思います。これで80キロから100キロぐらいの熊でしょうかね。銃弾がここに当たってますね。頭に当たってます。銃弾ここです。ライフルですね。ここが鼻です。鼻です。これをね、刻んで畑の周りに吊るすと熊が畑に入ってこないという、
ことなんでね、これをそのように活用したいと思います。